ライブやってる時やったから、わーって来てるみたいな電話で、それで下に部屋に来てる。なんかね、ちょっと洗濯物取り込んで。取り込んでくれるんですか。そう。ほんでまあ取り込んでくれて、ほんでごめんありがとうとか言って、もうライブには映ってないけど、私が頼んでるのが映ってて、ほんで揚げ句の果てにはそれなんかちょっと湿気てるからってちょっと部屋にかけて干してくれて、映ってないよその様子は。ほんでくしゃーんくしゃみが入って。みんなに聞こえたとか言って、ダンさんは一切出てない。その時にちょっと手だけ手だけ出た。いざよに参加が初出演、初出演言われへん。でもあそこでカメラ持ってくれてるのはダンさん。すごい、なんであんな離れてるんですか。もうちょっと来てください。なんであんな離れてるんですか。いや、下手なんです。あのね、センスがないの。え、かわいそう。好き放題。そう、好き放題。そう、そんな感じ。家でもそんな感じだから、もうめっちゃダメ出しされる。私にすごい。それで怒らないんですよ、旦那様は。もうへへへって、絵も違う、絵も何です。信じられない。今全然回ってなかったわ。だからダメ出し。今は回ってるんです。今は回ってる。今までの全部じゃ回ってない。そう。このグダグダ打ち合わせを取ってって言って、後からは回ってない。そう。まあ、かわいい。だからダメらしい。ダンディですよね。ちょい悪オヤジみたいな。そんな命が。いやいや、ちょい悪、なんか建築、一級建築士みたいな。そんな命よね。はい、はい、どうぞ。OK ですか。はい。こんにちは、こんばんは。ココハートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただき、ありがとうございます。ということで、もうアップロードされてる頃はもう個展が終了してると思うんですけれども、この動画を撮影してるのは私の個展チャイルドオフの最終日になります。なんと最終日にあの見直したい院おかんさんが個展会場に遊びに来てくれました。おかんさんです。どうぞ拍手でお迎えください。マネしない。こうです。ちょっと引きずる感じで。はじめまして、おかんでーす。まさか。ありがとうございます。先ほども言いましたけれども、下の説明欄にお母さんのアドレス貼っておきます。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。バイビー。バイビー。あ、バイビーっていうんですか、いつも。じゃあもう一回最後まで最後までご覧いただいてありがとうございます。一緒に言っていただいていいですか。はい、はい、せーの。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。バイビー。